DIY はね、めちゃめちゃ今需要が増えてますよ。だけど今ホームセンターめちゃめちゃ混んでるんですけど、はい、ホームセンターに行って、はい、結局何していいかわからないんですよ。何を買っていいかわからないから、でも本当にプロが教えるって結構ニーズ、いや、そうですね、ちょっと1個高いね、はい、ワナクエワナクエ。色学チャンネル、はい、今日もいろんな方に来ていただいてお話を伺っていますが、今はですね、株式会社ドロワーズ鈴木大輔社長をお越しいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。家具職人から起業してということで、はいはい、その日殴りで4日間貫徹してすごいの作ったと聞きましたけどそうなんですね、はい、一生忘れません。あ、ね、殴りって皆さん、すみません、カンナで削るとね、こうね、平らになるんですけど、うん、こう長なってやつでね、そうですね、こう削ってこうちょっとこうね、ボコボコした感じ、凹凸を、凹凸をあえて作るというね。あれできる人だって日本でも数えるほどしかいないと。いや、もう本当に少ないと思いますよ。ですよね。もう宮大工さんとかぐらいじゃないですか、ね。ああ、そうそう、京都に行くと何人かいるって言いますよね。そうですね。カスタマイズした家具の、はい、まあ、専門ということでやられてるんですか。でも今ね、オフィスがちょっといらないみたいな風潮に。そうなんですよ。あれ、さて大丈夫なんですか、社長。いや、オフィス関係は本当僕らなんてやばいですね。ああ、やばいですね。どうするんですか。もう変身するしかない。変身するしかない。ということで色学を。そう、入れてみたと。いつから入れたんですか。色学さんは1年半ぐらい前ですね、はい、あ、結構じゃあやっててよかったですね。じゃあね、逆にね、いや、もう本当に、ね、危機に強いですね。そうなんですよ、こんな危機なんですけど、はい、ものすごい前向きでいられる、はい、なんでこんなにワクワクしてるんだ本当に新しいなんかチャレンジもされてるんですよね。そうですね、はい、はい、スクール事業というかね、はいはい、もともとウッドワークセンターというですね、はい、超本格的な木工教室です、ね、はい、そちらがやっぱりコロナの影響で休業をよくなくされ、はい、まあ、売り上げがほぼゼロというか、ね、はいはい、これはもうなんとかしなきゃいけないでしょうということで、はい、まずその事業ですね、はい、オンライン化しようという動きを今始めたところです、ね、はいはい、まあ、オンライン化って今何でもね、はい、オンラインになってますけど、はい、結局僕らはそのリアルの部分をどれだけ生かすかとか、ハイブリッドってことを考えてるんですけど、はいはい、もう一つはオンラインにするからこそ得られる、うん、やっぱそこの価値を提案しないと、あ、まあ、お客さんにとってね、そうですね、そうですね、それを今真剣に考えてる。なるほどね、まあ、でもそういう意味で家具をその組み立て家具っていう自体がもう今だいぶメジャーになってきてるの で、はい、 そ, うですね、そういう意味ではまあ追い風はあるにはあるんですよね、うん、DIY はめちゃめちゃ今需要が増えてますよね。あ、だけど今ホームセンターめちゃめちゃ混んでるんですけど、はい、もう僕の友人とかからもいろんな話なんですけど、はい、ホームセンターに行って、はい、結局何していいかわからない、あ、何を買っていいかわからないから、なんか半日ウロウロしたけど変なよくわからない金属製の部品を2つ買って何買ってよくわからないあ、それはじゃあ鈴木さんのとこ行くと、はい、まあ、こんなもん作りましょうっていうの で、 そうです、ね、ホームセンター行って木工のとこでこういうふうにお出してくださいみたいな、はいはいはい、全部そこまで本当にあるんですよ、相談で、はい、相談かけてもともと変なことやってる、本当にこんな本棚欲しいんですけど、はい、でニトリより安く買えますかみたいな話もあるんで、それはね、ごめんなさい、ちょっと難しいんですけど、ホームセンターに行ってこういうふうなね、はい、絵を描いてやったら切ってくれますというようなことで今集客。なるほどね、まあ、それをじゃあオンラインで教室化したっていうのは今回の新しい、そうですね、検診機能ね、料理のまあレシピいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、はい、ちょっとあれと発想は近いかもしれないですね。なるほど、クックパッドみたいな、そうですそうです、まあ、カッグパッドみたいな、カッグパッドですね、そうですね、ああ。でも本当にプロが教えるって結構ニーズ、いや、そうですね、プロが教えるちょっと一個高い、ね、ワナクエのね、ワナクエのもの、極論言ったらもう世の中は全部 DIY 化していくんじゃないかなと思うんですけど、あ、そうですね、あともう一つ僕は作るっていうこと自体がもうフィットネスみたいになっていくんじゃないかなと思います、ね、あ、確かにそうですね、はい、まあ、世のね、この、まあ、コロナウイルスのせいで家に人呼ぶみたいなものになった時に、うんうんうん、そこでなんかこうちょっとね、味出すには、はい、これ全部自分で作ったんだよみたいな、ありですよね、一番プライスレスな感じ、自慢できるんですよね、ですね、始めて売り上げはもう立ってるんですよ、まだね、オンライン化はスタートはできてない、あ、できてない、準備段階なので、いろんなところがこぞって考えてると思ってるんですけど、なるほど、どれだけ早くスタート切れるかってことで、もうとりあえずもうリクルートから始めてますよ、ね、あ、まあ、あとはもともと持ってたそのカスタマイズ力ですよね、いろんなオフィスに対応してやってたっていうところが多分まあノウハウ的には強みだったと思うんで、そうですね、はい、そこが強みだと思います、はい、色学的なトライアンドエラーでフィードバックループ配布して、そうですね、社作ですね、
シャア作的な3倍シャア作3倍速いです。まあシャアですね、シャアシャアになればいけるのかなと。スピードですね、タグ業界もぜひねシャアを目指して。わかりました、もう期待は赤く塗らないのかなっていただけよう。業界のシャア、はい、ありがとうございました。式学チャンネルでした。今日も式学チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録をお願いします。